シパ、S-200 ミニジェットシパ、S-200 ミニジェットシパ、S-200 ミニジェットは、1950年代のフランスの複雑系スポーツジェット機である。ミニジェットは、エミール・ド・ボワチンが1938年に設立したにより製造された。1951年2月に、イブガルダンによりこの機の設計が始められ、2機の 試作機のうちの初号機が1952年1月14日に初飛行を行った。全量産型の5機のミニジェットが1955年、1956年に完成したが、それ以上の生産計画はキャンセルされた。ミニジェットは高速短距離連絡機と転換練習機の双方の用途に設計されていた。ミニジェットは 主翼が、権翼配置で騒動のブームが垂直尾翼と、その間を結ぶ水平尾翼を支えていた。キャビンは中央胴体の中に位置し、2名の乗員が並列に座っていた。全ヒンジで全体が開くキャノピーが、小さなキャビンへの出入りを容易にしていた。試作2号機は、予備の翼端増装の取り付けポイントを備えていた。ミニジェットは、アエロバティックが行える強度を有し、 エンジンは、水力330ポンドのチュルボメカパラスを1機、装備していた。生産された、シパ、S-200 ミニジェットの最後の機体 F プドが、パリ北西の飛行場にあるコレクションベザードにあり、予約でのみ見学に応じている。別の1機が、アメリカ合衆国に現存している。ありがとうございます。